ルフィ君、見違えたぞ。懐かしいな。ジンベイ、おお、ジンベイか。また会えて嬉しいぞ。仲間は皆一緒ではないのか。ああ、それがよ。コーディのやつは、なんと竜宮城がそんな大変な事態になっておったとは。ジンベイ、後のことは頼むぞ。俺は竜宮城に行く。待て、ルフィ君。お前さんらがホーディと戦ってはいかん。考えてみろ。お前さんがそのまま魚人島で暴れたらどうなるか。魚人族にはこれまで人間に心を開こうとするたびに、人間によってそれを邪魔されてきた歴史がある。お前さんがホーディとぶつかればどうなる。結果、この危機から魚人島は救われるとしても、人間に立てつくホーディを打ちのめそうとするお前さんの姿は、魚人島のみんなに変わることのない歴史を連想させる。ジンベイ、こっちは仲間取られてんだ。ホーディってのもほっときゃ、俺の友達もみんな困る。俺は行く。止めてんなら止めてみろ。共に戦った仲だと油断したわい。そういや、お前さん、あの男の弟じゃった。止まる気がないんなら仕方ないの。俺は竜宮城に行って仲間助けてホーディってのぶっ飛ばすんだ。それを待てと言うとるんじゃ。ほらほら、なんて喧嘩が始まるんだ。巨人だらけの神髄は水の制圧。大気中の水から体内の水へ衝撃の波動が貫く。生物は水の塊。ゴム人間とて容赦はない。修行の成果はこんなものか。わしの本領見せてやるわい。ぶっ飛ばしに行くんだ。待てと言うとろうが、話を最後まで聞け。やるのならホーディをぶちのめす凶暴な人間にならず、この島のヒーローになってくれ。わしがホーディにわざと捕まり助けを求める。お前さんはそれを助けてくれたらええ。そうすればわしら全員凶暴者であることが皆にわかる。が、その前にまずは竜宮城へ急ぎ、仲間を救出せ。仲間救出の方法についてじゃ、なんとかしてくれ。雑な作戦だな、おい。お前の頼みだからやるんだぞ、ジンベイ。応援なんかされたら、こっちは調子狂うんだ。すまんな。まだ、何か悩みが？作戦名を。いらねえよ。急ぐぞ。